賞おめでとうございます。ありがとうございます。素直な気持ち聞かせてください。本当に信じられなくて大丈夫かなって思いながら何回かコンピューターを詰めながら皆さんのおめでとうございますを加工しています。大丈夫かなっていうのは本当かなって夢なのかなって。大丈夫ですか。明日今日の最終日の朝に戻ってたらどうしようとか、あ、起きたら今日またレースみたいな日になってたらどうしようって考えてました。タイムリープしてるんじゃないか。もうそれが怖くて、はい、現実です。本当におめでとうございます。ではまず決勝戦のことを振り返っていきたいのですが、スタート位置、最後方からのスタートになりました。そのあたりいかがでしょう。はい、マラマン車で、でもなんとかギリギリ勝ち上がれて7番車っていうことだったので、もう7番手スタートなんだろうなって、で何パターンか想定をしていて、ただその奥井選手が6番手からの組み立てをっていうのは正直予想はしていなかったので、非常に恵まれたなと思います。いいポジションだったので、びっくりしました。ちょっと前が留選手が柳原選手に付加される形でずっと続いてたんで、後ろはどういう気持ちで見てたんだろうというふうに思ってたんですか。そうですね、ただ隊列的には短くなるので、並走の選手がいれば多分この後方からの組み立てで奥井選手が走っているのであれば、比較的こう早くにレースが動いていくなと思ってたので、まあ、隊列が短くなってくれた方がありがたいんだろうなと思っていました。まあ、じゃあその周回中の想定通り奥井さんのスタートに乗ってという形でした。そのあたりいかがでしょう。初定値は本当に想定、7番手は想定してたんですけど、並び自体は本当に想定外だったんですけど、そうなったタイミングでもう自分のできることに集中していこうと思いました。もう本当にゴール戦の最後の争いはとても白熱したレースでしたね。もう必死で何にも分からなかったですし、なんとなくさせたような気もしないでもないけど、大丈夫ですかと思ってずっとオーロラビジョンを見てました。実際にご自身が差し切ったっていうか、審査とどういった気持ちになったんでしょう。ビジョンでリプレイが出て、ようやくホームでお客様の声をかけてくださって、初めてゴールしてすぐに泣くことは今までになかったんですけど、うわって思ってしまいました。お客様も石井選手の大きい舞台の活躍を楽しみにしていたかと思います。もうこんなに時間がかかってもまだ楽しみにしてくださる方がいるんだなというところに感謝しています。大怪我で引退を覚悟した中でこうやって復活っていう形になりましたが、いかがですか。本当にその当時はまさかまた大きなレースで勝つことができるとは思っていませんでしたし、やめなくてよかったなと思います。私も笑いに来ちゃったすいません、私もなんか鼻水も出ちゃうし、やめた方がいいなとは思うんですけどでもやっぱり込み上げてくるものっていうのはありましたか。なんかそうですね、最後に名古屋で大きいレースを勝った時からまたこんな風に打つことができる次があるなんて思ってなかったので驚きました。初 G1 決勝で初 G1 タイトル獲得、グランプリ権利を獲得しました。いかがでしょう。はい、本当に初 G1 出場だったので、グランプリに出場したことは何度かあるんですけど、この6月にグランプリについて質問される
経験がこれまでないので、改めてこうびっくりと言いますか、わーって思います。ここからもまたちょっと長い戦いになりますが、モチベーションの方はどう思われますか？そうですね、基本的なスタンスを変えないでいようと思います。今回も3日間そうだったんですけど、普段の競争の例えば無観客のミッドナイトのパールズ予選1位と G1 の決勝と、気持ちも価値も変わらないというつもりでスタートをして取り組んでいたので、この後も一緒かなと思います。次の焦点となるレースはどのあたりになったでしょうか？はい、7月に地元でサマーナイトフェスティバルがあるので、4選手と選手宣誓もやってねって言われたので、まずは選手宣誓から頑張りたいと思います。気合を入れてですね、噛まないようにしたいと思います。地元のお客様も、地元の舞台でまた活躍する姿を楽しみになさっていると思いますよ。本当にそうですし、松戸で練習しているとこうやっぱりあのバンクの怖さというか、なかなか難しいよというところもよく分かっているので、ちょっと緊張しますけど、精一杯頑張りたいと思います。ありがとうございます。では最後、カメラに向かって、ファンに向けて喜びの声をお聞かせください。はい、私の初めての G1 3日間でした。たくさんの応援ありがとうございました。まだちょっと大丈夫かと、本当かなって思ってるような状態なんですけど、また頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。